ベニバナウォーク桶川は埼玉県桶川市に所在するユニー株式会社が管理運営するモール型ショッピングセンターである2014年11月21日にオープン桶川都市計画事業下秀谷東土地区が整理事業の計画の中核となる商業施設で埼玉県道12号川越栗橋線が面する場所に位置するユニがウォークと名乗る施設を 埼玉県内に開店させるのは、ピオニワオク東松山に続いて2店舗目であり、これは愛知県を除いて初めてのことである。名称の由来は、桶川市の市民の花として親しまれている紅花にユニーヌモール型ショッピングセンターの名称として使用されているウォークを合成したものである。また、ロゴマークには紅花をモチーフとしたデザインが使用されている。 ストアコンセプトは新しい映画を見つかるとしている。2014年4月に建設が着工され、当初は11月17日にオープン予定とされていた。投資額は土地代を含めて約100億円で、年間約110億円の売り上げを目指していると報じられた。なお、開店して1年を経た後、2015年11月末に、 各店舗であるアピタ桶川店2階の直営医療品売り場が撤退。翌年1月には1階の住まいと暮らしなど生活雑貨フロアが撤退し、直営部分は食料品、日用雑貨が主体となる。直営の後フロアは非直営の専門店が導入され、2016年春から夏にかけてリフレッシュ改装が完了している。中核店となるアピタのほか、 専門店が80店舗入居する、アピタ桶川店に関するカテゴリー、ありがとうございます。